どうも最近無職転生一気見した道間です。結構前に4話くらいまで見たことがあって、日常アニメと思って放置してたんですけど、まさかの戦闘系で伏線多くてマジで面白かった。ということで今回は、ミエルコちゃんに出てくるニグレドユリアとは一体何者なのかを話していきます。最初の方からちょくちょく出てきてるのに、未だに謎が多すぎる人物だと思うんで、考察も含めて話していけたらと思います。それではどうぞ。最初にユリアの基本的な情報をお伝えします。主人公の四谷美子の同学年で、同じ高校に通っています。そしてユリアは第二のミエルコちゃんです。ミエルコちゃんと違う部分は、強力な霊は見えない。幼少期から霊が見えていた。つまり霊に対して恐怖心が全くありません。要するに人間を見る感覚と同じです。しかしユリアは過去に闇を抱えています。その原因は人と違って霊が見えるため、そのことをクラスメートに話します。すると他の人たちにはもちろん見えてません。つまりホラ吹きだと思われます。なのでユリアはそれ以来孤独でした。孤独になったことで、霊が見えてることは誰にも話してはいけないと思い過ごし、高校生になった今でも孤独から抜け出すことはできてません。ここでユリアとは一体何者なのか。霊能者に憧れる少女、こう答えるのが一番シンプルです。そう思える理由がいくつもあって、まずはゴッドマザーに憧れていた点です。ユリアは霊能者の中でもゴッドマザーのことを尊敬していて、弟子入りに志願をしています。ただミコの影響でゴッドマザーは廃業し、弟子入りには失敗しています。そしてこれがミコへ接触するきっかけになります。ゴッドマザーが廃業したのはミコと関わってからなので、それを探るためにミコを観察します。すると明らかにおかしい挙動が多かったんで、ミコは自分と同じで見えてるのではと確信します。そこで起きたのが体育館倉庫事件。ユリアはミコに見えてるよねと直球の質問をします。もちろんミコはとぼけます。そしていろいろあって、心霊スポットのトンネルに行った時、ミコは除霊のようなポーズをとります。するとそのタイミングでたまたま霊が消えたんで、ユリアは勘違いします。こいつは霊能力者だと。他にもミコが汚れた手を払うだけなのに、ユリアは結界を張ったと勘違いしたりします。そのようなシーンがあることから、ユリアが霊能力者に憧れていることがわかります。そしてここからは考察ですが、ゴッドマザーの引退、ミコが除霊の能力を持っていると勘違いという話をしましたが、この2つによってミコが霊能力者と仮定した上で、ミコとゴッドマザーが接触した時にゴッドマザーが引退していることになるんで、ミコはゴッドマザーを引退に追い込んだ最強の霊能力者という視点になります。つまり最終ミコに憧れて弟子入り志願するんじゃないかなとも思ってます。そして次にユリアの能力について話します。最初に説明した通り、弱い霊だけが見え、例えを出すと小さいおじさんレベルのものだけ見えます。さらにもう一つ能力があり、アナの生命オーラも見ることができます。これはミコには見えていません。なのでミコよりも優れている部分もこれから出てくるんじゃないかなと思ってます。次にユリアとミコの関係についてです。心霊トンネルに行ったことがきっかけで、ハナも含めて3人で友人関係になっています。ユリアからすると初めての友達です。心霊トンネルで最後に何も知らないハナは3人で写真を撮っていて、その写真をユリアはホーム画面にしていたんで、内心かなり嬉しかったのだと思います。という感じで今現時点で分かるのはこれぐらいで、未だに謎は多いままです。今後アニメで解明されていくと思うんで楽しみです。ということで今回の動画は終わります。ありがとうございました。